ちょっと市とは離れるんですけれども、万博ですね、万博の防災基本計画が昨年の12月に初版が出たと思います。で、その計画策定にあたっては、市からも担当者参加していましたけれども、今回の地震を受けて、またその万博についても安全確保の点で、なんだかその今後議題提起していくってことはあるんでしょうか。昨年末に、基本計画の方が策定されましたので、あとは詳細の計画のステージに移っていくと思います、今鋭意それは作業は進めてますので、そちらのチームの方で、考えてもらっていると思います。ただ今回の地震が、その大阪で発災すると想定される新たな地震が見つかったわけではなくて、これまでそれは専門家の人も入っていただいて、発災するリスクがある地震というのはこれまでも検討は進めてきましたので、そこは逆に南海トラフが、地震がいつ起こってもおかしくない最悪のケースを想定して計画というのは進められておりますから、それは従前通りかつ、必要な見直しがあればそれは随時していかないといけないですけど、何か今回の発災を受けて大幅に変わるとかそういうものがあるという認識ではありません。フリーの木下です。はい、今の共産の関連なんですけども、今回の発災を受けてということになるんですけど、その夢洲のですね、液状化のことなんですけど、能登半島地震でですね、液状化っていうのがまた、ちょっと怖さが改めて分かったといいますか、地表の隆起とか水の噴出とか結構映像的にもショッキングなものがあったと思うんですけれども、で夢洲の方ですはですね、 IR の方はセメント効果で建物の下だけこう固めるっていうやり方やってると思います。で、これが今回受けて、なんか変更せなあかんことがあるのかどうか、能登の方では道路とかですね、いろんなところが液状化してしまって、動きが取れなくなってるっていうのもあると思うんですけど、そこはいかがでしょうか。はい、一つこう冷静にならないといけないべき点は、こう新たな地震のリスクが関西で見つかったという議論ではないと思ってるんです、これ。今回の発災を受けて、避難所の体制とか指揮系統の見直しとか、改めて危機感を持って対応しないといけないと思ってるんですが、これまでも南海トラフ大震災をはじめ、専門家の方が発災した時に津波がどうなるか、発災後津波の到達時間とかですね、このあたりは議論した上で今防災計画というのが作られておりますので、それに準じた議論が進んでいると認識しています。ですので、今回のその能登半島地震を受けて何か数値が変わったという認識では今のところありません。はい、同じ夢洲の今もあった万博の方ですけども、こちらはその液状化の対策っていうのはしてないと思うんですけども、半年間の開催期間ということと、重量の重たい建物がそんなにないということではあると思うんですけど、こちらに関しても今まで通りということでいいですか。重ねてになりますが、何かその新しい地震のリスクが見つかっているわけではありません。で、何も考えずに技術的に施工しているわけではありませんので、これは今の基準に基づいて、施工されているものと認識しています。可能性の議論というのはいくら言ってもそれはもう尽きないものですけども、これまで専門家の人も入っていただいて想定されている地震のリスクに応じて技術的に土地の施工がされていると認識しています。大阪ヘルスケアパビリオンですけども、これは閉幕後も残す建物ですよね。万博の閉幕後もですね、大阪ヘルスケアパビリオンに関してはこれ残すんですよね。あれ、それ残すって どの基準でおっしゃってましたっけ。いろんな議論はありまして、で いろんな活用方法は議論されております。だから他のパビリオンは万博が終われば撤去ということですよね。海外のパビリオンを含めて、70年万博みたいに、さらちというか他のパビリオンは撤去するけど、大阪ヘルスケアパビリオンに関してはこれ残すんじゃないですか。ヘルスケアパビリオンも含めてあれですよね、今のところその丁寧に解体して撤去が基本やと思いますよ。
でそれも含めて再利用できるものは再利用するという議論が今後協会でなされていくと思います。それリングも同じですよね。大阪ヘルスケアパビリオンは杭は打ってませんでしたか。それヘルスケアパビリオン残す前提の話で どれを根拠でおっしゃられてます。どれを、いや、私が以前に協会かな聞いた話ですけども、それも含めていろんな議論を今してますので、ヘルスケアパビリオンを残した形で開発するであったり、まあ、万博の2期のまちづくりに関連しますから、うん、ですので2期の事業者がそれを決めていくことになると思います。ということはヘルスケアパビリオンも残すと決まってるわけではないということですか。あれ、その認識でした。台を作るときに残すこともありということで、建築の話してると思いますけれども、最初はやっぱりそこの街づくりのところで決定していくかと思いますけれども、エリア全部を街づくりでもちろんかけていきますし、もちろん再利用していただけるようには再利用してもらうことになります。でその場合 の要は恒久的に設置する場合はまた新たな安全基準になりますから、それはその時に議論されると思います。要はあれですよね、杭が打ってないからそのまま残しとったら液状化されて危ないんじゃないかっていう議論ですよね。いや、じゃなくて私は杭が打ってあると認識してて、だからそれを残すために杭を打ってて、ちょっと認識が間違ってたら指摘してほしいんですけど、管全部ではなく一定の部分は残せるようにという具体で一応設計して建てている方向ではあると思いますけれども、最初町づくりどうしていくかという方向はまだ出てませんので、ちょっと確定したことはなかなかここではお答えできないですけれども、ということは一定の、まあ、重量があって残す可能性があるもので杭も一部は打っているということだと思うんですけど、そこに関しての液状化対策というのは必要ないということですか。恒久的に残す場合は恒久的に残すような設計基準で当然許認可を下ろしますので、恒久的に残す部分の基準というのは当然法にのっとって施行されることになります。ですのでなんか今建ててるものをそのまま残すと問題あるんじゃないかっていう疑問やと思うんですけど、恒久的に残す判断は当然それ専用の建築許可が必要ですので、それを達成したものだけが恒久的に残っていくことになります。ちょっと私の認識が間違ってたらすいませんけれども、現在は大阪ヘルスケアパビリオンについて一部残すみたいな形になっているわけですか。残すこともできるようにしているというのはちょっと意味がよくわからなかったですけど、それも含めて町づくり の, 議論って今会議体持っていろいろいろんなところやってくれてるんです。ですので残していただけるんやったら残していただいて、でそれも含めて町づくり2期でしてもらいますので、残すとした場合当然恒久的に残す構造物は恒久的に残すなり の基準を満たした上で残してもらうことになります。それはリングも一緒です。今現在基準を満たしているって考えていいんですよね、その大阪ヘルスケアパビリオンについて。どのエリアのどの部分というのは一度ご確認ください。ただ重ねてになりますが、仮設建築物許可とその恒久的に設置する場合の許可の基準というのは違いますので、恒久的に残す場合は恒久的に残す基準にのっとって施工されることになります。それが達成されてない場合は恒久的に撤去になるか、恒久的に残していいような基準で施工されることになります。わかりました、うん、ありがとうございます、はい、共同通信の鶴留です。先ほど万博の大阪ヘルスケアパビリオンについてなんですけれども、私もちょっと建物が万博閉幕後も残るっていう認識だったんですけれども、マーケットサウンディングでもともとそのヘルスケアパビリオンと駅以外の土地についてのその利活用で、うん、お話を事業者さんに伺ってたと思うんですけれども、これ市長の考えとしては仮にその2期開発でその面的にもっとうまくこう活用したいっていうような事業者さんが現れた場合にはパビリオンを壊してまあ、さら地で、開発するっていうこともまあ一つ選択肢としてはあり得るっていう考えでしょうか。残していただけ、これ多分僕のちょっと発信の仕方間違ってるかもしれないです、最初のやつ、残していただけるならもう残していただいた上で進めていくというのが多分一番だと思うので、残していただくように検討してもらってるはずなんです。ちょっと会議題名忘れました。ただその
町づくり全体としてやっぱり残せないと、全体の開発ってなった時はこれは全体での開発が進んでいくことになります。その認識でだったはずです。すいません、はい、めっちゃ大事なとこなんで念のため後で局の方に確認してもらっといていいですか。はい、次は質問いたします。はい、フリーの木下です。今の確認ですけど、会議体っていうのは、そのあれなんか財団法人か社団法人か、大阪ヘルスケアパビリオンでも作ってますよね、法人を。その意味ですか、会議体。多分そこで会議体あったはずなんですけど、あれ僕の認識違う。ちょっと一度局に確認いただいた方がいいと思います。ヘルケアのその運営自体を協議するものもありますし、ちょっとマーケットサウンディングはやっぱり局の方でやったりとかもしてますんで、市の本体の方でちょっとそこは一回最新も確認いただいた方がいいと思います。実際残せるような区体も考えて建築してるのはしてますけれども、ちょっとその後どういうふうな検討進んでるのかっていうのはちょっとどこまで言えるかっていうのもありますんで、すいません、局の方にお願いします。わかりました、ありがとうございます。結構大事なところでごめんなさいね。僕も あそこは非常に大きなメッセージを発信する場なんです、大阪ヘルスケアパビリオンで。でそこで考えてくれてる皆さんがですね、これは引き続きやっぱり残して発信していく場にするっていう検討がされてるところですので、だから僕の発信がなんかあたかも潰す前提の発信のようになったらちょっと具合悪いなと思いましたんで、うん、残していただけるものがあるのであれば、なかなかこう税をガンガン投資するっていうのは難しいかもしれないんですが、こう残していただけるのであればやっぱり可能な限り残していただいて回していっていただくというのがベストだと思いますので、うん、ちょっとごめんなさい、今時点の協議状況が定かではないので念のため確認してください。はい、次の質問をお願いします。ABC テレビの尾崎です、はい。ちょっとくどいようなんですけど、先ほどの大阪ヘルスケアパビリオンなんですが、はい、松井市長は確か市長会見の時に、うん、この大阪のパビリオンというのを、ハードのこうレガシーとして、残していって、その万博をも活用していくということを、うん、松井市長の考えとして、説明されていたと思うんですけども、うん、ここは大きな方針として、それは変わっているのか変わってないのかというのは、なんか把握されてますか。変わってないという認識でした。すみません。可能な限り使っていただくという認識です。はい。わかりました。はい。